このミラーですね、サイドミラー、これ電動格納式のミラーなんですけど、でもちょっとこれ乗用車と勝手が違うんですよ。っていうのはですね、はい、皆さんこんにちは、真夏の埼玉からお送りします。とりあえずね、今ちょっとショッピングモールに来たんで、これから帰るんですけどね。はい、じゃあちょっとショッピングモールから降りて、これから次の目的地に向かうわけですけど、こういうとこちょっとハイエースだとなんか当たりそうですよね。一応入るときにね、2.3メートルまでは行けるっていう風になってたんで、問題はないはずなんですけど、でもやっぱり背が高いとね、怖いですよね。ややこしいな、駐車場がややこしい。こういう狭い駐車場とか入ってくると、まあここはそんな狭くないですけど、結構慌てちゃってね、昔乗用車乗ってたような感覚でハンドル切るとハンドル早く切りすぎるんでね、そういうのを気をつけた方がいいですよね、乗用車から乗り換えた人は。ハイエース後ろが長いんでね、ほらこういうところなんか上にぶつかりそうで怖い。左方向ですか。まあぶつからないって分かってるんですけど、ナビが左っつってんだけど右に出ろって言うから右に出ますよ。左折出港。はい、どうも。ここは埼玉県戸田市ですね。およそ200メートル先、木沢橋を直進。まもなく直進方向です。で、今日はね、さっきショッピングモールの屋上の駐車場で撮影してたんですけど、何を撮影してたかっていうとですね、まあハイエースあるあるで、ハイエースって結構普通の乗用車と比べるとなんかあれっていう機能がね、およそ4キロ先右方向です、あるんですよね。たまに機能っていうか機能がないっていうかね。だからその辺をちょっと説明してますんで、でまずはね、このサイドミラー編なんですけど、サイドミラーの話を聞いてください。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。ハイエースって、特に普通の乗用車から乗り換えるとちょっと違うなっていうところが、まあ、細かいところですけどいくつかあってですね、今日はその一つについてちょっと、お知らせしようと思います。このミラーですね、サイドミラー、これ電動格納式のミラーなんですけど、でもちょっとこれ乗用車と勝手が違うんですよ。っていうのはですね、これちょっとエンジンかけますよ。はい、エンジンかけました。
これ乗用車だったらこれ普通自動的に開きません、ミラー。これハイエースはね開かないんですよ、これ電動なんですよこれね、おかしいでしょこれ。でハイエースの場合はですね、ここにスイッチがあってこれを押すと開いたり閉じたりするんですよ。だからこのこれを操作しないと動かない仕組みなんですね。変わってますよね、電動式なのにね。これなんかエンジンとね指導と連動してほしいんですけど、はい、これ一つハイエースでちょっとあれって思うところなんで、乗用車から乗り換えた方はねちょっと気をつけていただきたいと思いますっていうことなんですよ。だからねこれちょっとミラーね畳むの忘れちゃうんですよいつも。だからここにねあのサイドミラーって書いてるんですけど、あとサイドブレーキですね、サイドブレーキもこの引っ張るタイプなんで忘れがちなんでね、ここに忘れないように書いているという、ちょっとここは乗用車と違うところなんですけどね。で次にですねこのガッツミラーありますよね、これ通常の乗用車ついてない、まあ、トラック的な、ミラーなんですけど、これもねどうやなんか邪魔じゃないですか、邪魔だから動かしたいんですけど、これ動かせるのかどうか分かんないですよね。なんかもう固定して使うんでね、うん、ちょっとその辺のねあるあるをちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じです。はい、次はハイエースあるある、ミラーでもねこのガッツミラー編なんですけど、これめっちゃ出っ張ってるじゃないですか。でまあこれないと車検通らないはずなんですけど、これねただ邪魔でちょっと動かしたい時とか、あと洗車する時にねちょっと避けておきたい場合があるんですけど、じゃあどうするんだっつったら、これ実はこういう風に動くんですよね。こんな風に。これ知ってました？知ってるか？だから必要に応じてねこういう風にもなるし動かせちゃうっていう、これがハイエースのミラーあるあるですね。はい、そうだからガッツミラーって根元から動かせて、しかも一周回るんですよ。だからこれ、まあ、洗車の時に避けといたりですね、あの狭いところでこう角がぶつかりそうやばいっていう時は動かせるんですよね。その辺がちょっとハイエースあるあるって感じなんですけどね。じゃあ今日はハイエースの、ミラーについてちょっと普通の乗用車と違うところをお話ししました。それではまた、ほんじゃねー。